ははい、えー、こんにちはレルの笹です、えー、今回はコンピューターネタの方で、えー、動画をお届けいたします。えー、RNN ですねあの、ディープラーニング。えー、CNN は、えー、成功して、えー、6月にあのリリースしたんですけれども、えー、今度は RNN ですね、自然言語処理をやろうと。 いうふうなことで、島半岐は、えー、そっちの方を計画して取り組んでおります。えー、今の,あのところの、えー、進行状況についてお知らせしたいと思っております。えっ、ー、とね、RNN は一応書いたんですけど、まだ、えっ、ー、と、完全じゃないんですが、どこいったすいません、えっ、ー、とねあ、この辺だ。えっ、ー、と、あ バックワードの処理とかあの勾配をこう学習されてたところまでは一応書いたんですけどもとりあえずまあテストデータがないことにはこれは正しく動作するのかというところまでいかないもんですから、えー、とこのコア部分を試すのにまずデータを用意しましょうというふうなことで、えー、やってるのが今日お知らせするところです。えー、と ここんなやつですねあのこれプリプロセスという関数が最終目標の関数だったんですけれども、えー、こういうあの文章をですねテキストで書かれた文字列を、えー、とワンホット表現の,あのベクトルですね、それを束にしたあーマトリックス、これが1つのセンテンスなんですけれども、これを複数のセンテンスを、えーと 行列として保持だからまあ3次元のベクトルみたい、3次元のテンソルか、えー、みたいな感じになるんですけれども、えー、とそういったものを作るってことをやってました。この辺はあのえー、と GPU も絡まないですし、あの関数型の、えー、エリクサーにとってはお手のもののところのものですので、割とさらさらっとかけて、えー、います、えーとね。例えば、ちょっと動かしてみましょう。えーと えっと、これですね。えっ、ー、と、この I love you って一つの文章だと2番目は you love me、えー、発音マークになってますけど、まあ、文法的に正しくいかどうかっていうのは取り立てておいて、えっ、ー、と、これを変換すると、この2つの行列を束ねたえー、とテンソル、 成すするようになっていま一つ一つを見ていますと、これはの、えー、ワンホット表現の、えー、ベクトルです。えー、I love you で、あのコンマあ、ピリオドも一つの,あのワードとして捉えていますので、四つですね。四、えー、つのワンホット表現で一つのセンテンスになるというふうなことで、えー、生成しているものです。これをその RNN のデータとして、 あのさっきのあれですね、フォワードだとかバックワードに、えー、処理させて、学習をさせるというところが、あの次のある目標なんですけれども、まあ、ここまで来ましたよということです。で、こういうの、えっと、生成なんですけれども、えー、何段階かに分けて、ここまで持ってきています、えー、っとですね、まずが、一つ手前の段階では、コーパス、それから、えー、っとディクショナリーを生成するような。 ものプリプロセス1というやつで、えー、やって処理してるんですけれども、ちょっと動かしてみましょう。えっ、ー、と、これなんです。えっ、ー、と、I love you, you love me, p a r t という、うん、と文字列をですね、分解しまして、えー、3つのものを生成して、チュプルで返しています。一、えー、つ目はあのコーパスです。えーと ワードをあの数値 ID に変換をして、えー、その数値に置き換えたあの文章を2つくっつけたものですねリスト化していますそれから、えー、とそのディクショナリーなんですけれども2パターン、えー、と用意されていて、えー、と最初の方が単語から ID 自然数に変換の対応関係を示したものともう一つは逆に、えー、自然数から、えー、とワードを あの単語、えー、との対応関係をし示したものと、えー、2つの辞書を生成するようになっていますでその仕組みですけれども、えー、とできるだけあの簡単に済ましたかったもんですのでエリクサに備わっているライブラリを、えー、極力活用しました、えーとですね、やってることは、うん、まずプリプロセス1ではうんと文字を一部変更しています えとピリオドは両脇にスペースを挟み込むように変更してそれからハテナも、えー、両脇にスペースを入れるようにしています、えー、なぜそういうことをするかというとスプリットで、えー、と分解しやすいようにですねあの間にスペースが入ってくれるとピリオドも一つの単語として、えー、分解してくれるものですからこれを使ってスプリットをすると。 えー、ただし最後は余計なものはくっついちゃうもんでバットラストっていうので、えー、最後の要素これあの空文字が生成されてしまうものですからそれを、えー、取り除くっていうふうなことをやっていますでこれによってまずはその辞書を作ってます、えー、となんですかその全部の,その複数の文章にわたって、えー、この単語の ID は何番を割り当てるんだの順番にこう割り当てていって ままずは辞書を作っていますで今度はその辞書を、ね、活用して、要、えー、コーパスを生成するんですけれども、えー、文章を、えー、区切っています、えー、最後文章の最後はピリオドあるいは、ハチナマークが来るという約束にしてありまして、でそれが来たらばです、ね、EOS、えー、と、e、っていうのを挟み込んでいます、これはエンド・オブ・センテンスです、ね、の意味合いですエンンンドオブセンテンスってことで EOS をくっつけています。 でこうやっておいて DOS、e、でスプリットをかけると複数の文章があの一、えー、つの文章に、えー、分解されていきます。でそうしたら、ばこのマップを使ってですね、えー、それぞれの、うん、文章を、えー、リスト化していくっていうんですがこれがあのそのそまた下請けの、えー、プリプロセス2というところでやっています。のことやってますあの となんだっけピリオドの手前のところにスペースを当てはめて今度はあのピリオドは実は最後に来てるものですから手前だけでいいですよねそれからえっ、ー、とハテナもその手前のところにスペースを挟み込んで,でスプリットを使って分解してやれば、えー、単語ごとに,に食いられていきますで単語はツ、えー、アートムを使ってあのストリングから、えー、アトム形式に変換をしていますまあこんな風に、えー、とやって それで、えー、分解したものをから、あ、これですね、あのコーパスと、それからディクショナリー、それから逆方向のディクショナリー、えー、というのを生成しています。これはプリプロセス1です。で、今度は、えー、と最終目標の1層2表現の方に持っていくんですけれども、えっ、ー、と、 ここですねまずは、えー、さっきのプリプロセス1であの分解された、えー、とテキスト、コーパスですね、それからディクショナリー、それのあの、えー、と1つだけでは十分なものであ、ディックで取り出しています。ででそれでなぜこのディックが必要かというと、ディクショナリーなんですけれども、えー、と文字、あのセンテンスの長と長さを固定調固定帳にしたいんです。えーと まあ、たまま今回の例で I love you と You love me で3文字、まあ、あのピリオド入れてハッナ入れて4文字なんでそれぞれの長さは合ってるんですけれども、えー、とこう長さが違う文章もです、ねえー、と単純に扱いたいものですから一番長い、えー、センテンスの長さを求めておいて、えー、それから辞書からどれだけの単語が使われているのかをカウントであの調べておいて で最後に、えーとえー、そのワンホット表現を求めています。最初のここではです、ね、あの固定値にするために、えー、と足りない、そのみ短い部分は0で埋めています。コーパスのところに後ろに0をくっつけていますだ文字。文字は1から ID が始まるように設定になっています。空のところは0です。 で、空を0で埋めておいて、さらにそれを1ホット表現にしています。1ホットはあのディープパイプの、えー、ライブリのところに,に、1ホットというのを作っておきましたので、えー、これであのマップを使って変形をしていくと、えー、最終目標のこういった、えー、テンソル3次元テンソルが出てくるというふうなことを、ここまで、えー、ようやく えー、こぎつけましたようやくでもないんですけどもあの、えー、エリックさんにとってはこの手のなはお手のものなのであの見ていただいてかるようにほんのんわずかな業数で、えー、ここまでできてしまっています。 さあ今度はいよいよこのデータを使って RNN がちゃんと機能するところまで持っていくとであとは RNN は実際問題は使えないので LSTM ですねあの購買爆発購買小説を防ぐために LSTM が必要になるものですからそこを実装して、えー、学習させるというところが1つのターニングポイントですねでそれがいくと、えー、これ、ね、なんとか年末までに持っていきたいと思ってるんですけども あのそういった学習した、えー、文章、自然言語をです、ねえーとえー、プロログで扱える論理式にして、蓄、えー、えておいてで、そこのデータをもとにして、えーと、人間とのこう対話をさせるようなものを持っていきたいというふうなことを、お年末までの目標として考えています、まあ第1段階。まだ、ねえー、7月11日です えー、まだまだあおおそろ半年6ヶ月ありますんで、えー、まあ、じわじわやっていきたいなと思っております。はい、そんなことでまたお会いしましょう。